ジョン・フランシス・クラウザーはアメリカ合衆国の理論、実験物理学者。量子力学の基礎、特にクロザ・ホーン・シモニー・ホルト不等式への貢献で有名。カリフォルニア州パサデナ出身。1964年にカリフォルニア工科大学で物理学士を取得した。コロンビア大学で1966年に物理学習士、1969年に 物理学博士を取得した。1969年から1996年まで、主にローレンス・バークレー国立研究所、ローレンス・リバモア国立研究所、カリフォルニア大学バークレー校で研究を行っていた。2010年にアラワ・アスペ、アントン・ツァイリンガーと共に、ウルフ賞物理学部門を受賞した。百七十二年、スチュアート・フリードマンと共に、CHSH、 ベル定理予測の最初の実験的試験を行った。これは、量子もつれの世界初の観測であり、ベル不等式の破れの最初の実験的観測である。1974年、マイケル・ホーンとともに、ベルの定理の一般化により、自然界のすべての局所実在論に厳しい制約が与えられることを示した。この研究で、局所実在論により設定された。 最初の完全に一般的な実験的要求として、クラウザー保温不等式を導入した。また、そこで CH 非増強化説を導入し、CH 不等式は CHSH 不等式に帰着され、関連する実験的試験も局所実在論を制約する。197年には光に対するサブポアソン分布を最初に観測し、 それにより初めて光子に対する明確な粒子のような性質を実証した。1976年に CHSH ベルの定理予測についての世界で2番目の実験的試験を行った。ありがとうございます。